ラジオ954玉結び玉結び玉結び。時刻は3時になりました。 TBS ラジオ赤い玉を玉結び、火曜パートナーは南海キャンディーズの山里亮太です。ここからは日帰りラジオクラブの時間です、はい、ちょっとへこんでるわね、山里さんね。情けない自分、ね、来週まで調べて、せっかくご指名だったのにね。あ、失った。毎週火曜日はアメリカ在住の映画評論家町山智弘さんが海外の最新映画やカルチャーを紹介してくれるアメリカ流れ物のコーナーです、うん、今回は映画ではなくてここ最近世間を賑わしているというニュースだそうです。おう、アメリカのセレブ女優のヌード写真大量流出事件ありましたね。これについて詳しく町山さん語ってくれます、はい、この後ご登場です。 TBS ラジオ954玉結び玉結び。それでは映画評論家町山智博さん、今週もアメリカカリフォルニア州バークレーからお電話でのご出演です。もしもーし、町山さん。もしもーし。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうもです。はい。あら、町山さん、なんか今日暗くないですか。まったりとしましたね。あのね、今日突然ですけど、はい、あのベルギーの高級チョコレートで、はい、ゴディバってありますよね。ありますよ。はいはい、はい、あれパッケージに女の人の絵が描いてあるじゃないですか。あ、知ってる。馬に乗ってね、裸体の女性。そう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 、はい、あれはね、有名な伝説のゴダイバ夫人の絵なんですけども。そう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 、あの話は有名ですよね。要するに、まあ、領民が税金をね、払えないの。そうそうそう、うん、11世紀ぐらいかな、はい、伯爵の奥さんだったんですけど、はい、ゴダイバさんは、はい、その伯爵がその領民にね、高い税金をかけてたんですよ、はい、でそれがあまりにもかわいそうだから、その旦那に、その奥さんが、はい、あなたやめなさいと、税金、うん、と言ったら、その旦那が、じゃあお前がそのスパダカで、その馬に乗ってゆっくりとこの町の端から端まで歩いたら税金なくしてやるよって言ったんですよ、旦那がね、うんうん、したらその奥さんは偉いから、その人々のためにそれをやったんですけど、はい、その人々はね、全部窓を閉め切ってカーテンを閉めて見なかったんですよ、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。そこ知らなかった。そこ知らなかった。そこポイント、そこはポイントですから。なるほど。要するに奥さんはすごく若くて美しかったらしいんですけど、はいはい、でもその町の人たちは自分たちのために一肌脱いでくれたから、うん、まさに、見ないと決めて。そこは、へえ、こぞって見に行ったとかじゃない、なかったわけですね。ないですよ、本当に。そうか。ちょっと雨戸開けてる人いたんじゃない？スーッて。それで要するに外へ出ないで、ええ、窓を閉め切ってたんですが、うん、今言った山里さんみたいな人一人いたんですよ。一人、あ、お恥ずかしい。ほう、それトム君っていう人なんですけど、トム君、はい、その人だけはこっそり見ちゃったんですよ。あら、トム、わからんでもないけど、うん、そう、でそれ以来英語ではそのピーピングトム、覗き屋トムっていうのはスケベっていう意味なんですよ。あ、それでトムなんだ。へえ、そうなんですよ。だから日本だと出歯亀って言葉があって、のぞきする人とか、はい、はい、あれも出は亀吉っていう人に基づいてるらしいんですけど、個人名なんですね。それと同じような話があってですね、はあ、そのピーピングトムっていうのはね、で、うん、その話をちょっと思い出した事件があったので、その話をするとですね、今日発売の予定だった写真週刊誌のフラッシュが、はいはい、発売中止になったんですね、突然ね。なりましたね、今日、はい、はい、それで配本もしてたらしいんですけど、だから売店とかで出回っちゃってるらしいんですけど、回収しようとしてるらしいんですけども、はいはい、それどうしてその、まあ、発売中止になったかっていうと、はい、その袋閉じが問題だったらしいんですよね、はい、でその袋閉じの中身がそのこの間先日8月31日かなにアメリカでネットに流出した、はい、ハリウッド女優100人のその、まあ自撮り、はい、日本だと自撮りって言うんでしょ、はい、アメリカだとセルフィーって言うんですけど、はい、のスマホによる自分撮りのヌード写真、
そう、話題になってました。転載してたんですね、その袋閉じにね。それがフラッシュに。それでダメになったんだ。そう。それで発売中止になったらしいんですよね。へぇで、これは、要するに、まあ、ハリウッド大女優たちで、はい、一つの問題は、それを撮ってるのは彼女たち自身ってことですよね。はいはい、自撮りですもんね。うん、著作権は彼女たちにあるわけですよ。はい。で、肖像権も彼女たちでしょ。はぁ、あ、そっか。完全に違法ですよ、これ。それを乗っけちゃうってことはね。はい、でも、フラッシュはそのね、お店に並ぶところまではもう、出来上がってたんですか？で、まあ、か、売店によっては出てると思いますよ。途中でなんかその雑誌社としてこれはいかんみたいなことにならなかったんですか？なったから発売中止になったんですよ。だから今解消しようとしてますけどね。遅くないですか？いや、だから要するにネットに出回ってるものはいいんだっていう考え方がちょっとあるんですけど、実は全然良くないんですよ。写真ってのはそれぞれ写ってる人とそれを撮った人に著作権肖像権があるんで、なるほど、ネットにいくら出回っててもダメなんですよ、本当は印刷社。そりゃそうですよね、うん、許可なくね、うん、でもまあそういう考えが鈍ってるってことも一つあるんですけど、うん、あの要するに出回ってこんなに出回ってんじゃないか、だったらいいだろうっていう感覚なんですけど、根本的には、まあ、法的には全くダメなのと、あとこれあのその写真をばらまかれちゃったその女優たちが今弁護士使って裁判 やり始めてますんで、裁判っていうかあの弁護士使って動き始めてますんで、でアメリカではもうネットとかでもこれ完全に締め出しやってて出ないようになってるんですよ。そうですか。これ印刷しちゃってもし訴えられたら大変な訴訟になりますから、それ止めますよね、ホームがね、うん、なるほど、あの何億円なんてもんじゃないんで。いや、そうでしょうね、何人もですもんね。はい、だからまあこれは止めてよかったって感じですけどね。そっか、訴えられるかもしれない。はい、FBI も動いてますからね、実際ね、現在ね。あ、そうなんですね、そこまでの温度に。そうなんですよ。で、まあ、今日その話を、だってあのアップルは、これね、要するにあの スマホでもその iPhone で撮ったやつが、はい、その iPhone の、 その設定でその iCloud っていうその、まあ、要するにあのクラウドの方に流れちゃうんですね、そのアップルが、やってるその、まあ、ストレージの方にね、ネット上の倉庫みたいな写真が自動的に保存されちゃうんですよ、そっちの方に、うん、はいはい、でそこから抜かれたんですよ、ハッカーによって。それやられちゃうと怖いよ。要するにパソコンであるとかその電話の中に写真が保存してなくて、うん、その共有のストレージの方に入ってたんで抜かれちゃったんですね。いやー、そんなのできるんですか、ね、やっぱり抜くのが、うん、だからね、あのこれアップルは慌ててその iCloud のシステムがハッキングされたんじゃないんだって、ね、発表したんですけども、なるほど、株価ドーンと下がりましたよ。あ、へえ、やっぱとんでもない影響出てるんだ。そうですよね。そりゃそうだよ。そう、9月10日にですね、iPhone の新作が発表されるっていう直前でこの事件なんで大変なことになってますけど。で、まあどうやって抜いたかって話は、はい、まあちょっと後でしますけど。はいはいはい。まあどういう写真が抜かれたかって話をちょっとしますとですね。はい。これやっぱり一番の話題になってるのはジェニファー・ローレンスという女の子ですね。はい。世界に一つのプレイブックでも、はい、そう、あの世界に一つのプレイブックでアカデミー主演女優賞を取った、うん、もうまだ24歳のですね、まあ、天才ですけど、うん、で、まあ、ハンガーゲームっていうシリーズがアメリカでは人気で、日本では X メン の、はい、あのどんな形にでも変われるあの青い肌のですね、うん、あのミュータントの役でですね、はいはい、ミスティックっていうんですけど、それでまあ有名なんですけどね、うん、はい、でもあの X 面見るとほとんど裸なんですよ、実は。そうですね、 ですね、それはそうですね、青いっていうだけで、うん、そうだ、青いからよくわからないんですけど、はい、あのまあ、それの、まあ、彼女のベッドでね、まあ、おっぱいとか出してる写真が出ちゃったんですよね。なんで撮るかな、うん、でね、顔すっぴんなんですよね、これね。はあ、だからね、妙に生々しいんですよ。あらら、やっぱりすっぴんの顔ってだって彼氏にしか絶対見せないじゃないですか。っていうことはって考えちゃいますね。これ撮った人はひょっとしてとか。これ自分で撮ってましたけど、顔の写真はね。自分で。あのね、ソファーに座ってる写真あるけど、これはどうやって撮ったか分かんないんですけど、他のは手で持ってる感じでしたよね。なるほど、なるほど。まさにセルフィーね。はい。で、まあこれがとにかくまあ大女優でトップ女優ですから、それが大、これが大変な問題になってますけど。で、あとは結構日本であんまり知られてない、あとはアリアナ・グランデって今大ヒットを飛ばしてる、はいはいはい、あの歌手の人とか、まあ、その辺はあのリアーナとかですね、はあ、流れちゃってますね。可愛らしい方ですよ、アリアナ・グランデとか、
あとね、日本ではほとんど知られてないんですけど、その巨乳界ではすごく有名なね、巨乳界という宇宙があるんですけど、はい、ケイト・アプトンっていう、なんか巨乳モデルの人のやつはですね、はい、彼氏、この人はデトロイト・タイガースの投手ですけど、はい、その人と2人で、こう、なんていうか、しながらその、写ってる写真で結構やばいですね。そうなんですね。確かにケイトさんはグラマラスな方ですね。かなりグラマラっていうかかなりすごい、かなり巨乳体の体の人ですけど、はい、でこれはまた彼氏と一緒のね写真で裸でね2人でね。でもっとひどい人でグリーっていうシリーズがあるんですけど、テレビシリーズで大人気ドラマ、それに出てる人なんかではもうかなりとんでもないことになっちゃっててですね、こうなんていうかいわゆるそのハワイの王様状態、ハワイの王様の名前みたいな感じになっちゃってる写真ですね、はいはいはい、カメハメハ、なるほどなるほど、そう、あとだからまあインカ帝国の初代皇帝状態の人とかいっぱいいて大変なことになってますけど、はい、でこれはね、ただね、もうアメリカではネットでこれずっとリンクしたりしてたんですけど、みんなやめたんですよ。やっぱこれは良くないからってことで、自主的にかなりのサイトがですね、リンクを切ったりしてるんですけど、でこれが出てからしばらくしてですね、あの写真を見ること自体が、その彼女たちをレイプしてるのと同じなのよってツイートが出回ったんですよ、バーッと。でそれをツイートした人はですね、レナ・ダナムっていうね、女優兼監督兼脚本家兼プロデューサーの人で、まだ20代なんですけども、ガールズっていうテレビシリーズでですね、大ヒット飛ばしてる、天才女性なんですね、でこの人がもうあれ写真を見るってこと自体がレイプなのかやめなさいって言ったんで、結構みんなそれでハッとしてやめたんで、みんな見てないんです、僕も見てないですあんまり、はい、そうで、面白いのはこのレナ・ダナムって人のガールズっていうテレビドラマで自分で監督して脚本してるにもかかわらずほとんど裸なんですよ。この人ね、要するにエッチしてるとかそんなんじゃなくて、自分で一人で部屋にいるって主人公の女の人はヒロインがね、状態の時に常に裸なんですよ、家の中で。要するに裸族の人ですね、リラックスするために裸になりたいって人って結構いて、鈴木聖太郎さんとかもそうなんですけども、関係ないですが、誰鈴木聖太郎さんって人も出てたんですけどもね、鈴木聖さんは裸族なんですか。あの人、だから原稿書くとき裸にならないと書けないんで、喫茶店で原稿書いてくださいって僕は言ったら、じゃあ脱いでいいですかって言ったんですからね。はい、そうなの。ちなみに40過ぎの50のおっさんですけどね。はい、で、このレナ・ダナムっていう女優さんも、なんていうか、そんなにこう、見ていい感じの裸の人じゃないんですよ。なるほど。この方ところがドラマでは常に裸なんですよ。ご飯食べたりテレビ見たりしたらずっと突っ裸なんですよ。で自分で監督して自分で演じてるんですよ。それで結構その、男の人のコメディアンの人とかは、要するにレナ・ダナム脱ぐんじゃねえとか、俺はお前の裸なんか見たくねえとか言って人に見せる裸じゃねえだろとか言って散々叩かれたんですけど、この人はすごくその強く怒ってですね、要するにあなたたちは女の人の裸っていうのは人に男に見せるためにあると思ってるのと、そうじゃないわよと、私たちは人間なんですっていうふうに反論したんで、すごく話題になった人なんですけど、もっともですね。でそうやって相手が見たくない、男たちが見たくないって言ってても無理やり脱いでるそのレナ・ダナムが今回の流出写真については見るなって言ったんですよ。本人たちが人に見られるために撮ってないものを見るのはレイプだって言ったんですよ。なるほどなるほど。だからね、結構それでみんなしょぼーんとして、ね、アメリカの方ではみんなね、もう見るのもやめて、広げるのもやめて、リンクするのもやめてるんで、こういうのは日本で載っちゃうっていうのはちょっとあーって感じなんですけど、ね、なるほどね、はい、はい、それが雑誌になっちゃうから、これ実はその前2010年に、はい、やっぱり流出事件あったんですよ、事件とかスマホハッキングが、その時はスカーレット・ジョハンソンとかクリスティナ・アギレラの、ヌードが出たんですよね、2人とも、1人は大女優で1人はもう、大ヒット歌手ですけども、で知ってますよねスカーレット・ジョハンソンは、
どの人でしたっけ、ね、代表作まあ、いや、はい、すみません、あの、まあ、まあ、ムチムチの人ですよ、はい、ざっくりですか、はい、それだけ分かってです、巨乳でムチムチ あの美人女優さんです、はい、思いました、今出ちゃってですね、はい、その犯人は一人だったんですね、ほう、でその人は結局2012年に有罪判決を受けて懲役10年ですね、わー、結構重かったですよ、はい、でアメリカはね、あのコンピューターハッキングの罪っていうのがあるんですよ、はい、でそれを食らったんですけども、あと、はい、まあ、ID を盗用すること、要するにアイデンティティセフトっていうんですけども、はい、人の、ID を使って何かをする、それだけで犯罪になるっていう、まあ、法律があるんですね、アメリカには。で日本ってその辺がないんで問題だなと思うんですけど、はい、でただ今回の件に関してはすごく違う、状況が違うだろうって言われてるんですよ、はい、今回、まずその流出ヌードがまず貼られたのは、はい、4ちゃんっていう匿名掲示板なんですね、アメリカの4ちゃんっていうのがあるんですか。4ちゃんってなんです、これね、2003年に当時15歳の少年がですね、日本の2チャンネルと双葉チャンネルっていう匿名、要するに掲示板を真似てアメリカで作ったんですよ。へえ。で、まあその人結構すごいんですけど、今その当時中学生ですけどね。でこれ最初はですね、日本のアニメとか漫画がアメリカでは見れないんで、それを貼り付けることで、その、まあ、なんていうか流行したんですね、アメリカでは。はいはいはい。ね、日本 の, そのアニメや漫画で一番アメリカで見られないのっていうのは、いわゆるそのロリコンものなんですよ、うんうん、子供みたいな顔したその女の子の、ま、エッチ漫画って日本っていっぱいあるじゃないですか、はいはい、あれは日本アメリカでは基本的にダメなんですよ。そうですね、チャイルドポルノみたいな厳しいですもんね、うん、チャイルドポルノになっちゃうんですよ、うん、だから、まあ、それを見れるからってことで、しかも匿名で、要するに貼った人は絶対分からないようになってるんですよ、うん、それでその4ちゃんというのはアメリカでその人気が出てきたんですけども、うん、結局2ちゃんと同じだから、うん、どんどんひどくなっていったんですよ。なるほど。で、まあ、あの誹謗中傷とか脅迫とかも増えていって、うん、あと、まあ、殺人予告、うん、爆破予告、うん、まあ、2ちゃんと同じですね、うん、とか増えていって、あとやっぱり本当のチャイルドポルノの貼り付けとかも進んでいって、うん、で結局 FBI とかが非常に監視するようになっていったんですね、うん、はい、でそこに今回貼られたんですけども、はい、実はこの貼られたのは 4ちゃんに貼られたんですけど、その下があったんですよ。下4ちゃんがその FBI に監視されるようになったから、そこでその違法なものを貼り付けてる人たちはさらに地下に潜ったんですね。ほう、うん、アノン ID っていうさらにアンダーグラウンドなあの匿名掲示板を作ったんですよ、彼らは。はい、からさらにディープなところで、はいはい、でもうほとんどの普通の人は知らないようなところに潜っていって、はい、でそこにさらにアンダーグラウンドなストールっていう掲示板を立てたんですね、うん、ストールっていうのは盗まれた、盗むって意味ですけども、うん、そこに有名人のスマホから盗んだ写真を貼り付け始めたんですよ、彼らが。ほう。そこで交換してたんですね、いろんなそのやばい写真を。はいはい。ということは一人じゃないってことですか。一人じゃないんですよ。はい、でこれ今回のその4ちゃんに貼り付けた男ってのは、あのハンドルネームだけ判明してて、オリジナルガイっていう名前なんですけども、はい、彼は貼り付け事件の1週間ぐらい前からですね、なんかそのようなことを示唆してていてですね、はい、で今回流出した直後にですね、これは僕一人でやったわけじゃないって言ってるんですよ、うん、書き込みをしてて、何人もの仲間が何ヶ月もかかって苦労した結果なんだって言ってるんですね、うん、さあ100個もある写真を一人でハッキングできるわけないんですよ、うん、でこれは何人も そのハッカーたちが芸能人をターゲットにしてですね、ずっとそのアノン ID で集めて交換していったものの集積なんですね、100っていうのは、うん、100人 そのハッキングっていうのは、うん、でどうやってハッキングしていったかっていうと、その、アップルが言ってるんですけど、システムがやられたわけじゃないって言ってるんですけど、これ簡単なんですね。はい、簡単。これ芸能人 その、スマホ用の、まあ、電子メールとかが分かると、はい、そこに入っていってパスワードを忘れましたっていうアクセスをするんですよ、はい、
でパスワード解除するために質問が来るじゃないですか。はいはいはい、最初選ぶやつですね。質問で大抵結婚する前、 お母さんが結婚する前の名字はとか、はい、あなたが最初に言った小学校の名前はとか、はい、ペットの名前だとか好きな小説家はとか、そういうのでしょ。ああはい、その手のものですよね。はい、うんうん、それ芸能人はほとんど公表してるんで全部分かっちゃうんですよ。なるほど。え、結構シンプルな方法でじゃあやってるんですね。そうなんですよ。だそれでやられちゃったんで、それでまあアップルとかはセキュリティ強化の方法を考えてると。でそのアップルは株価下がったんですけども、あの指紋によるその、まあ、あのまあ、パスワードシステムとか、あの目の網膜によるパスワードシステムの会社の株はバーンと急激に上がってるんですよ、これで。なるほど、すごいな。ということだったんですね。それでこの要するに貼り付けたオリジナル街という犯人自体は、自分はそのハッカーではなくてコレクターに過ぎないと、うん、でそういう写真を集めてたんだけれども騙されたみたいなことを書いてるんです、その流出の直前に。要するに高い金払って買ったらどうも大した写真じゃなかったんで、頭に来たから全部ばらまいてやるみたいなことを書いてたんですね、その掲示板に、あの ID っていう掲示板に、うんうん、で掲示板の他の メンバーは早まるなと、それやったらせっかくの俺たちのこのゲームが全部パーになってしまうと、当局に目をつけられて、やめろって言って止めたのにやっちゃったんですよ。なるほど。それで発覚したんですか。それで4ちゃんに貼り付けちゃって、さらに要するに4ちゃんのは上の方にあるものなんで、見やすいものなんで、そこから広がっちゃったんで、であの ID の方もやっぱりもう FBI のチェック入ってるんですよ、現在。はあ、そういう感じなんですよね。へー。で最初この貼り付けたオリジナル街はすごいあの流出だっただろうと、俺をその称賛してくれるなら、あのこの、まあ、アドレスにその、まあ、これねビットコインっていうネット貨幣があっての寄付をくれっていうふうに書いたんですけども、あの1万円ちょっとしか集まんなかったんですよ。わ、そりゃそうでしょう。みんな怒ってたから。そりゃそうでしょう。せっかくかけてこそこそ遊んでたのに、うん、もうぶちまけちゃったから全部パンだったってみんな怒ってるから、みんな寄付しなかったんですね、うん、というね話で、今のあの IB の方の書き込みにはですね、もう仲間たちよとね、今まで散々集めたコレクションは涙を飲んで全部捨てろと、ハードディスクから全部消せと、俺たちは狙われてると。うわ、で楽しかったけどこのゲームはもう終わりだ、グッドラックって書かれてるんですよ。はあ、そういう事件だったんですよね。そうか、蓋を開けてみるとそういうことだったんですね。そういうことなんですよ、はい。まあ、でもまだ逃げてますけどね、オリジナルガイ君はね、はい、ハッキングはしてないんですけれども、あの、まあ、何らかの罪になるだろうなと言われてますけどね。そうでしょうね、捕まるのも時間だね、偽って入っていったわけですね、うん、だから民事訴訟とかやられたらもう大変なことになっちゃいますからね。とんでもない金を請求されますね、それはもちろん、うん、はい、という感じで、だからあのレディーゴディバのゴディバ夫人の話を思い出して、こういうのは見ちゃいけないってことなんですよね。いやトムがいっぱいいたっていう、トムだらけ、うん、そう。でもみんな知らなかったんですよ、完全なアンダーグラウンドだったんですよ。そうか、ということで怖いなと、怖いですね、怖いなということですけどね、このパスワードだけでね、はい、そう、意外とシンプルな方法でそうですよね、やってたんだ。そう、ハッカーとか、そう、だから今パスワードをいろいろコロコロ変えてくるシステムとか、そういうのの会社の株はすごい上がってますけどね。はい、すごい、何をコツコツやってたんだって。そういう写真を撮るやつが悪いって批判してる人もいますけど、それが自由なんでね。まあそうですね、自分だけで楽しむそれは人の自由ですよ。そうですね、いやー、なるほど、そんな裏があったと。そうですか、という過程でしたね。はい、出せないわ。ありました、うん、セレブヌード写真大量流出事件について、はい、今日は町山さんにお話いただきましたが、はい、町山さん来週は日本にいらっしゃるということだそうですね。はい、まあ、また行ってちょっと行って帰ります、はい、エクスペンダブルズをみんなに見せて帰ります。なるほど、なるほど、はい、じゃあ、はい、ぜひスタジオにもお待ちしております、はい、お待ちしております、はい、ということで、はいはい、ありがとう。気をつけてくださいね。はい、そうですね。そうですね。じゃあそんな写真撮ってない。パスワードをね、複雑にしますよ。まずそんな写真撮ってないって言いなさい。ありました。はい。ありがとうございました。どうでした。玉結び、玉結び、玉結び、玉結び。TBS ラジオ。玉結び。人気ドラマの、はい、それに出てるあの人なんかではもうかなり。
とんでもないことになっちゃっててですね、こうなんていうか、いわゆるそのハワイの王様状態、ハワイの王様の名前みたいな感じになっちゃってる写真ですね。カメハメハ。なるほど、なるほど。そう、あとだからまあ、インカ帝国の初代皇帝状態の人とかいっぱいいて大変なことになってますけど、はい。で、これはね、ただね、もうアメリカではネットでこれずっとリンクしたりしてたんですけど、みんなやめたんですよ。やっぱこれは良くないからってことで、自主的にかなりのサイトがですね、リンクを切ったりしてるんですけど、で、これが出てからしばらくしてですね、あの写真を見ること自体が、その彼女たちをレイプしてるのと同じなのよってツイートが出回ったんですよ、バーッと。で、それをツイートした人はですね、レナ・ダナムっていうね、女優兼監督兼脚本家兼プロデューサーの人で、まだ20代なんですけども、ガールズっていうテレビシリーズでですね、大ヒット飛ばしてる、天才女性なんですね。で、この人がもう、あれ写真を見るということ自体がレイプなのかやめなさいって言ったんで、結構みんなそれで、ハッとしてやめたんで、みんな見てないんです。僕も見てないです、あんまり。そう。で、面白いのは、このレナ・ダナムって人の、ガールズっていうテレビドラマで、自分で監督して脚本してるにもかかわらず、ほとんど裸なんですよ。この人ね、要するにエッチしてるとかそんなんじゃなくて、自分で一人で部屋にいるって主人公の女の人はヒロインがね、状態の時に常に裸なんですよ、家の中で。要するに裸族の人ですね、リラックスするために裸になりたいって人って結構いて、杉作ジェイタロウさんとかもそうなんですけども、関係ないですが、誰杉作ジェイタロウさんって人もそうなんですけどもね。杉作さんは裸族なんですか？あの人、だから原稿書くとき裸にならないと書けないんで、喫茶店で原稿書いてくださいって僕は言ったら、じゃあ脱いでいいですかって言ったんですからね。そうなの？ちなみに40過ぎの50のおっさんですけどね。で、このレナ・ダナムっていう女優さんも、なんていうか、そんなにこう、見ていい感じの裸の人じゃないんですよ。なるほど。この方ところがドラマでは常に裸なんですよ。ご飯食べたりテレビ見たりしてたらずっと突っ裸なんですよ。で、自分で監督して自分で演じてるんですよ。それで結構その、男の人のコメディアンの人とかは、要するにレナ・ダナム脱ぐんじゃねえとか、俺はお前の裸なんか見たくねえとか言って、人に見せる裸じゃねえだろとか言って散々叩かれたんですけど、この人はすごくその強く怒ってですね、要するにあなたたちは女の人の裸っていうのは人に男に見せるためにあると思ってるのと、そうじゃないわよと、私たちは人間なんですっていうふうに、反論したんですごく話題になった人なんですけど、最もですね、でそうやって相手が見たくない、男たちが見たくないって言ってても無理やり脱いでるそのレナ・ダナムが今回の流出写真については見るなって言ったんですよ。本人たちが人に見られるために撮ってないものを見るのはレイプだって言ったんですよ。なるほど、なるほど。だからね、結構それでみんなしょぼーんとしてて、アメリカの方ではみんなね、もう見るのもやめて、広げるのもやめて、リンクするのもやめてるんで、こういうのは日本で載っちゃうっていうのは、ちょっと、あーって感じなんですけどね。なるほどね。はい。それが雑誌になっちゃうから。これ実はその前2010年に、やっぱり流出事件あったんですよ。流出事件とかスマホハッキングが、その時はスカーレット・ジョハンソンとかクリスティナ・アギレラ のヌードが出たんですよね。2人とも、1人は大女優で1人はもう、大ヒット歌手ですけども、で知ってますよね、スカーレット・ジョハンソンは。どの人でしたっけ、代表作。いや、はい、すいません、ムチムチの人ですよ、はい、ざっくりですか、はい、それだけ分かってるです、巨乳でムチムチ の美人女優さんです、はい、で、出ちゃってですね、はい、その犯人は一人だったんですね、でその人は結局、2012年に有罪判決を受けて、懲役10年ですね。わー、結構重かったですよ、はい、はい、でアメリカはね、コンピューターハッキングの罪っていうのがあるんですよ、はい、でそれを食らってたんですけども、あと、ID を盗用すること、要するにアイデンティティセフトっていうんですけども、人の、ID を使って何かをすると、それだけで犯罪になるっていう、法律があるんですね、アメリカには。で日本ってその辺がないんで問題だなと思うんですけど、はい、でただ今回の件に関してはすごく
違う状況が違うだろうって言われてるんですよ、はい、今回、まずその流出ヌードがまず貼られたのは、はい、4ちゃんっていう匿名掲示板なんですね、アメリカの4ちゃんっていうのがあるんですか。4ちゃんってなんです。これね、2003年に当時15歳の少年がですね、日本の2チャンネルと双葉チャンネルっていう匿名要するに掲示板を真似てアメリカで作ったんですよ。へえ。で、まあその人結構すごいんですけど、今その当時中学生ですけどね。で、これ最初はですね、日本のアニメとか漫画がアメリカでは見れないんで、それを貼り付けることでその、まあ、なんていうか流行したんですね、アメリカでは。はいはいはい。で、日本 の、 そのアニメや漫画で一番アメリカで見られないのっていうのは、いわゆるそのロリコンものなんですよ、うんうん、子供みたいな顔したその女の子の、ま、エッチ漫画って日本っていっぱいあるじゃないですか、はいはい、あれは日本アメリカでは基本的にダメなんですよ。そうですね、うん、チャイルドポルノみたいな厳しいですもんね、うん、チャイルドポルノになっちゃうんですよ、うん、だから、まあ、それを見れるからってことで、しかも匿名で要するに貼った人は絶対分からないようになってるんですね、うん。それでその4ちゃんっていうのはアメリカでその人気が出てきたんですけども、うん、結局2ちゃんと同じだから、うん、どんどんひどくなっていったんですよ。なるほど。で、まあ、あの誹謗中傷とか脅迫とかも増えていって、うん、あと、まあ、殺人予告、うん、爆破予告、うん、まあ、2ちゃんと同じですね、うん、とか増えていって、あとやっぱり本当のチャイルドポルノの貼り付けとかも進んでいって、うん、で結局 FBI とかが非常に監視するようになっていったんですね、うん、はい。でそこに今回貼られたんですけども、はい、実はこの貼られたのは 4ちゃんに貼られたんですけど、その下があったんですよ。下4ちゃんがその FBI に監視されるようになったから、そこでその違法なものを貼り TBS ラジオ玉結び。時刻は3時になりました。 TBS ラジオ赤い玉を玉結び、火曜パートナーは南海キャンディーズの山里亮太です。ここからは日帰りラジオクラブの時間です、はい、ちょっとへこんでるわね、山里さんね。情けない自分が、来週まで調べて、せっかくご指名だったのにね。あ、失った。毎週火曜日はアメリカ在住の映画評論家町山智弘さんが海外の最新映画やカルチャーを紹介してくれるアメリカ流れ物のコーナーです、うん、今回は映画ではなくて、ここ最近世間を賑わしているというニュースだそうです。おう、アメリカのセレブ女優のヌード写真大量流出事件ありましたね。これについて詳しく町山さん語ってくれます、はい、この後ご登場です。 TBS ラジオ954玉結び、玉結び。それでは映画評論家町山智博さん、今週もアメリカカリフォルニア州バークレーからお電話でのご出演です。もしもーし、町山さん。もしもーし。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうもです。はい。あら、町山さん、なんか今日暗くないですか。まったりとしましたね。あのね、今日突然ですけど、はい、あのベルギーの高級チョコレートで、はい、ゴディバってありますよね。ありますよ。はいはい、はい、あれパッケージに女の人の絵が描いてあるじゃないですか。あ、知ってる。馬に乗ってね、裸体の女性。そう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 、はい、あれはね、有名な伝説のゴダイバ夫人の絵なんですけども、そう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 、そう、あの話は有名ですよね。そう、要するに、まあ、領民が税金をね、払えないの。そうそうそう、うん、11世紀ぐらいかな、はい、伯爵の奥さんだったんですけど、ゴダイバさんは、はい、その伯爵がその領民にね、高い税金をかけてたんですよ、はい、でそれがあまりにもかわいそうだから、その旦那に、その奥さんが、はい、あなたやめなさいと、税金、うん、と言ったら、その旦那が、じゃあお前がそのスパダカで、その馬に乗ってゆっくりとこの町の端から端まで歩いたら税金なくしてやるよって言ったんですよ、旦那がね。したら、その奥さんは偉いから、その人々のためにそれをやったんですけど、その人々はね、全部窓を閉め切って、カーテンを閉めて見なかったんですよ。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。そこ知らなかった。そこ知らなかった。そこポイント、そこがポイントですから。なるほど。要するに奥さんはすごく若くて美しかったらしいんですけど、はいはい、でもその町の人たちは自分たちのために一肌脱いでくれたから、うん、まさに、うん、見ないと決めて、そこは、へえ、なこぞって見に行ったとかじゃない、なかったわけですね。ないですよ、本当に。そうか。ちょっと雨戸開けてる人いたんじゃない？スーッそれで、あの、要するに外へ出ないで、窓を閉め切ってたんですが、今言った山里さんみたいな人一人いたんですよ。一人？あ、お恥ずかしい。ほう、それトム君っていう人なんですけど、トム君、はい、あの、その人だけはこっそり見ちゃったんですよ。あら、トム、わからんでもないけど、うん、そう、あの、まあ、要するにあのクラウドの方に流れちゃうんですね、そのアップルが、やってるその、まあ、ストレージの方にね、ネット上の倉庫みたいな写真が自動的に保存されちゃうんですよ、そっちの方に、うん、はいはい、でそこから抜かれたんですよ、ハッカーによって。それやられちゃうと怖いよ。要するにパソコンであるとか、その電話の中に写真が保存してなくて、うん、その共有のストレージの方に入ってたんで抜かれちゃったんですね。いやー、そんなのできるんですか、ね、やっぱり抜くのが、うん、だからね、あの、これアップルは慌ててその iCloud のシステムがハッキングされたんじゃないんだって、ね、発表したんですけども、なるほど、株価ドーンと下がりましたよ。あ、へー、やっぱとんでもない影響出てるんだ。そりゃそうだよ。そう、9月10日にですね、 iPhone の新作が発表されるっていう直前でこの事件なんで大変なことになってますけど、うん、で、まあ、どうやって抜いたかって話は、まあ、ちょっと後でしますけど、まあ、どういう写真が抜かれたかって話をちょっとしますとですね、はい、これやっぱり一番の話題になってるのはジェニファー・ローレンスという女の子ですね、はい、世界に一つのプレイブックでも、はい、そう、あの、世界に一つのプレイブックでアカデミー主演女優賞を取った、うん、もうまだ24歳のですね、まあ、天才ですけど、うん、で、まあ、ハンガーゲームっていうシリーズがアメリカでは人気で、日本では X メンの、あの、どんな形にでも変われる、あの、青い肌のですね、あの、ミュータントの役でですね、はいはい、ミスティックっていうんですけど、それでまあ有名なんですけどね。はい、でもあの X メン見るとほとんど裸なんですよ、実は。そうですね、そうですね、それはそうですね。青いっていうだけで。そうだ、青いからよくわからないんですけど、はい、あの、まあ、それの、まあ、彼女のベッドでね、まあ、おっぱいとか出してる写真が出ちゃったんですよね。なんで撮るかな、うん、でね、顔すっぴんなんですよね、これね。はあ。だからね、妙に生々しいんですよ。あらら。やっぱりすっぴんの顔ってだって彼氏にしか絶対見せないじゃないですか。っていうことはって考えちゃうんですね。これ撮った人はひょっとしてとか。これ自分で撮ってましたけど、顔の写真はね。これ自分で。あのね、ソファーに座ってる写真あるけど、これはどうやって撮ったか分かんないんですけど、他のは手で持ってる感じでしたよね。なるほど、なるほど。まさにセルフィーね。はい。で、まあ、これがとにかく、まあ、大女優で、トップ女優ですから、それが大変。これが大変な問題になってますけど、で、あとは結構日本ではあんまり知られてない、あとはアリアナ・グランデって今大ヒットを飛ばしてる、はいはいはい、あの歌手の人とか、まあ、その辺はで、あの、リアーナとかですね。はぁ。流れちゃってますね。可愛らしい方ですよ、アリアナ・グランデとか。あとね、日本ではほとんど知られてないんですけど、その巨乳界ではすごく有名なね、巨乳界という宇宙があるんですけど、はい、あのケイト・アプトンっていう、あの、まあ、もまあ、なんか巨乳モデルの人のやつはですね、はい、あの彼氏、この人はあのデトロイト・タイガースの投手ですけど、はい、その人と2人でこう、なんていうか、こうして、しながら、その、写ってる写真で結構やばいですね。そうなんですね。確かにケイトさんは、あの、グラマラスな方ですね。かなり、あの、グラマラスというか、かなりすごい、かなり巨乳あの体の人ですけど、はい、で、これはまた彼氏と一緒のね、写真で裸でね、二人でね。で、もっとひどい人で、グリーっていうシリーズがあるんですけど、テレビシリーズ。あの、で、それ以来英語ではそのピーピングトム、あの、覗き屋トムっていうのはスケベって意味なんですよ。あ、それで、トムなんだ。
へえ、そうなんですよ。だ日本だと出歯亀って言葉があって のぞきする人が、はい、出歯亀言いますね。あれもあの出歯亀吉って人に基づいてるらしいんですけど、個人名なんですね。それと同じような話があってですね、そのピーピングトムっていうのはね、うん、でその話をちょっと思い出した事件があったので、その話をするとですね、今日発売の予定だったあの、写真週刊誌のフラッシュが、はいはい、あの発売中止になったんですね、突然ね。なりましたね今日、はい、それで配本もしてたらしいんですけど、だから売店とかで出回っちゃってるらしいんですけど、回収しようとしてるらしいんですけども、はいはい、それどうしてその、まあ、発売中止になったかっていうと、うん、その袋閉じが問題だったらしいんですよね、うん、はい、でその袋閉じの中身がそのこの間先日あの8月31日かなにあのアメリカでネットに流出した、はい、ハリウッド女優100人のその、まあ自撮り、はい、日本だと自撮りって言うんでしょ、はい、アメリカだとセルフィーって言うんですけど、はい、のスマホによる自分撮りのヌード写真を転載してたんですね、その袋閉じにね、それがフラッシュに、それでダメになったの、それで発売中止になったらしいんですよね。へえ。でこれはあの要するに、まあ、ハリウッド大女優たちで、はいはい、一つの問題はそれを撮ってるのは彼女たち自身ってことですよね。はいはい、自撮りですもんね、うん、著作権は彼女たちにあるわけですよ。はい、で肖像権も彼女たちでしょ。はあ、そっか、完全に違法ですよこれ。それを乗っけちゃうってことはね。はい、でもフラッシュはそのね、そお店に並ぶところまではもう出来上がってたんですか。でまあ、か売店によっては出てると思いますよ。途中でなんかその雑誌社としてこれはいかんみたいなことにならなかったんですか。なったからか発売中止になったんですよ。だから今回収しようとしてますけどね。遅くないですか。いやだから要するにネットに出回ってるものはいいんだっていう考え方がちょっとあるんですけど、実は全然良くないんですよ、うん、写真ってのはそれぞれ写ってる人とそれを撮った人に著作権肖像権があるんで、なるほど、ネットにいくら出回っててもダメなんですよ本当は印刷しちゃう。そりゃそうですよね、許可なくね、うん、でもまあそういう感覚が鈍ってるってことも一つあるんですけど、うん、あの要するに出回ってこんなに出回ってんじゃないかだったらいいだろうっていう感覚なんですけど、根本的には、まあ、法的には全くダメなのと、あとこれあのその写真をばらまかれちゃったその女優たちが今弁護士使って裁判 やり始めてますんで、裁判っていうかあの弁護士使って動き始めてますんで、でアメリカではもうネットとかでもこれ完全に締め出しやってて出ないようになってるんですよ。そうですか。これ印刷しちゃってもし訴えられたら大変な訴訟になりますから、それ止めますよねホームがね、うん、なるほど、あの何億円なんてもんじゃないんで。いやそうですよね、何人もですもんね。はい、だからまあこれは止めてよかったって感じですけどね。そっか、訴えられるかもしれない。はい、 NBA も動いてますからね実際ね現在ね。あ、そうなんですね、そこまでの本当に、はい、そうなんですよ。で、まあ、今日その話をだってあのアップルは、これね要するにあの スマホでもその iPhone で撮ったやつが、はい、その iPhone の、その設定でその iCloud っていう